伊東市は、静岡県の最東部に位置する市、伊東市中心部の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成相模灘に面した伊豆半島の東岸中部に位置し、傾斜の厳しい、この半島において、伊豆東部火山群の影響で、比較的に緩い傾斜地が多く、市南部はこの火山群の溶岩流によって荒々しい。 絶壁の海岸が多い。この海岸や生誕の産業が富士箱根伊豆国立公園として指定を受けている。地中部は戦後別荘地として開発され観光施設も集まるようになり大室山のふもとにある伊豆高原地域は半島東部でも有数の観光地として知られるようになった。市内ではほぼ海岸沿いに東日本旅客鉄道伊東線。 伊豆急行伊豆急行線と国道135号が縦断している。センター3地下線小障海岸地区を大きく分けて、以下の4地区に分かれており、これらはさらに15の行政区に分けられて、それぞれに区長が置かれている。またさらに細かく150以上の町内会と、約20の分譲地別装置の自治会などに分かれている。町名市街地中心部である松原区から岡区、 九隅区にかけての地域では、住所上独自の町名が用いられている。大川伊北西大川遺南、東別荘地市長市議会県議会静岡県議会、伊東市選挙区伊東警察署伊東消防署、伊東市民病院伊東郵便局、岡交番や田野分け所郵便番号は、以下の通りである。2006年10月1日に変更。他にも、 施設の小さく特殊な分野のものが多数散在する。国内海外農業漁業建設業観光業、新聞社放送局伊東駅伊豆高原駅中心と、なる駅、伊東駅鉄道路線リフト路線バス有料道路、国道県道港湾伊東温泉神神社、史跡温泉海水浴場公園自然、小室山から見た、伊東市外大室山と伊豆高原、城ヶ崎海岸娯楽2020年に、 第9回大会を開催。2021年4月には1987年のアーケードゲーム熱血高校ドッジボール部とコラボした。周辺にショップ多数。日田浜五郎。ありがとうございます。